こんばんは。ただいま。みんな、皆の者。ただいま。さわっちょさん、お疲れ午後。あつしさん、ソフトクリーム。ぼんやりさん、お疲れ。ジノラゴさん、氷、ありがとう。帰ってきました。りょうへいさんお疲れ。ジュノラゴさんソフトクリーム。カメさんお疲れ。アミタさんカップアイスありがとうございます。こんばんは。ツアー初日終わりました。西さんお疲れ。しゅんさんお疲れありがとう。しんいちさんお疲れ。シャーショーサさんお疲れ。しんいちさんソフトクリームありがとう。今着きました。お家ただいまです。新幹線の座席を倒すのも忘れるくらい秒で着きました。なんかいつも東京とかまで4時間かかるからあっという間に感じますね。神戸だと。はい、もうお家です。いつものこの本棚です。こんばんは。お疲れ。おみかんさんお疲れ。りんたろうさんメロン氷。まこばやさんお疲れ。かだりさんカップアイス。まるともちゃんミックスソフト10個。やすおりんぽしさんソフトクリーム。くろさんお疲れ。かめさんカップアイス。みゆちゃんかいありがとう。しんじさんソフトクリームありがとう。パセの新衣装、新衣装緑だったよ。パセはあの色の衣装の時は毎回パセリ色です。前回のフラワーとかもそうだし、だいたい私は色が指定される時はパセリ色になってます。なので見つけやすいと思います。あかりんさんも緑が好きだから緑、いつも緑仲間ですね。そう、新衣装めっちゃ可愛いんだけど、自撮りがさ、ちょっとネタバレ、ちょっとネタバレちょっとごめんって方は今日の配信見ることを避けた方がいいかもしれません。ネタバレしてもいいですかね。まあいいよね、配信もされたし、会場だけのやつじゃないからね、配信あったしいいよね。あのね、ユニット曲が一番最後なんですよ。私が出るやつが早着替えで着替えるから、で終わった後もそれが最後の衣装だから、こう次のアンコールの服に着替えないといけないので、写真を撮る暇がなくてですね、新衣装の写真頑張って撮ったよ。でもみんなに見せたいと思って撮ったんだけど、真っ暗闇の舞台袖で、あのすっごい手ぶれしてる、何も伝わらない自撮りしかないので、ちょっと明日メールで送ってみるね。私の頑張りだけをちょっと認めてほしい。本当にね、早着替えなんですよ。そう、他のユニットの子たちは着替え終わって、で私たちが踊ってる間に多分撮ったりできるんですけど、最後のユニット曲だからさ、ね。さわっちょさんカップアイス。スプマンテさん棒アイス。しゅんさん棒アイス。のべちゃんソフトクリームありがとう。じんらいさんありがとうとお疲れと、かわいいとありがとう。やまけんさんソフトクリーム。いもけんぴさんカッパイス。アブテツさんお断り、やだよやだよ。一曲一曲振り返っていきたいけどさ、明日でもいいかな。明日振り返るゆっくり。そしたら明日もネタバレしてほしくない人配信見れなくなっちゃうけど。チョコミントさんボーアイスありがとう。あ、そうですね、コンビニでも写真が買える新しい試みなんですよ。そうで、個人写真が2枚ずつありましたね。ユニット衣装似合ってた？沖さんの衣装なんです。沖さんポジだから沖さんの衣装です。いつも沖さんが着てる、公園で着てるやつ入りました。はあ、身長もねちょっと私の方が高かったりとかあるからね、ちょっと入るか不安だったんですけど、無事に
入りましてホッとしております。だけど噛み込みでたらなんかやっぱさ、実際とステージでカメラとかで映るのって違うなって、自分なんかめっちゃパンパンやなと思ったけど、他のメンバーの噛み込みとか見ても実物の方が、実物めっちゃガリガリなメンバーとかでも噛み込みで見たらやっぱ実物よりも丸く感じるから、やっぱねもうリアルだった時にガリガリってぐらい、もう骨じゃんってぐらいにならないとだなと改めて感じましたね。まあ、リハ期間だったからね、熱中症ならないようにちゃんと食事を3食食べてたっていうのもあって、今回はちょっと結構丸めでお送りしました。丸めなフェイスでお送りしたんですけど、まあ後々どんどん秋にかけてシュッとなっていくと思いますのでご安心ください。毎年夏は丸いですね。ソラハとオキちゃんに挟まれてるとこニヤニヤした。ああ、あれかな。トゥル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 かな。ガラス瓶かな。え、昨日のオキさんの同部屋ね、同部屋話もしたい。なんか快眠方法を教えるって言ってくれて、 YouTube で焚き火の映像を見るといいよって言われたので、ホテルのテレビがめっちゃいいテレビで YouTube 見れたんですよ。だからテレビの大画面、めっちゃでっかい画面で焚き火の映像流して焚き火の映像流して寝ました、沖さんと。あ、そう、昨日配信急に終わっちゃってごめんね。そうなんですよ、急に終わった理由があって、あの10時にソラハさんとみちゅさんって約束しててアイスを食べる約束して、でも私たちさ10時過ぎまで配信したじゃないですか。したらバレてて配信してるのが。ちゃんと謝罪しました。なんか行きたかったアイス屋さんがアイスデナイトっていう博多の大名ソフトを使ったアイス屋さんなんですけど、そこに行きたくて、そこが24時までなんですね。でそこ行きたかったんだけども、行きたいと思ったらそこが17時までで閉店 で知らなくて、で配信中に今日空いてないっぽいみたいな送られてきてるの見て、あ、じゃあ今日はもう行かないんだなと思って普通に22時以降も配信続けてたら、そう続けてて、そうなんですよ、空いてなかったんですよ、食べたかった、めっちゃ美味しそうだったんですけどね。クーラさん、ビーチボールありがとう。営業時間は24時までだったの。でもその日が17時だったの。びっくりじゃない？そんな知らないもん。なんかそういうのって最近はさ、お店のインスタグラムとかで多分ストーリーでお知らせするじゃないですか。だから知りようがないんですよ。調べようもなくて。だからさ、リハとかもアイス、リハ終わって暑い、でもアイス食べれるから楽しみとか思ってたら、まさかのまさかの空いてないっていうね。 T さん、ソフトクリームありがとう。マコバヤさん、ミックスソフトありがとう。ネギさん、メロン氷ありがとう。そう、悲しかった、悲しいね。だからみちゅさんがもし一緒に行く予定じゃなかったら終わってましたね。みちゅさんがインスタしてるおかげで行く前に閉まってる情報を得られたから、それだけは良かった、そこだけラッキーでした。閉まってたことは悲しかったけどね。よしひろさん、カップアイス。福ちゃん、お疲れありがとう。じんらいさん、カップアイス。いろあいさん、カップアイスありがとう。ゆうきにゃん、メロン氷ありがとう。あ、そう、私沖さんと同部屋になったら野宿しますって言ってたんですけど、野宿せずに済みました。よかったよかった、ぐっすり多分眠れたと思います。でもさ、私もさ、あのこの前のリネタのツイート見た？みんなポケモンスリープっていうアプリが最近出たんですけど、ポケモンスリープはあの最大10個まで寝てる間の寝言とか寝返りの音とかが録音されるんですよ。でリネタンがさ、この前ツイッターでさ、
昨日か一昨日ぐらいに歯ぎしりの音が入ってたみたいな書いてたから、そうからなんか歯ぎしりって結構さ睡眠妨害じゃないですか。だからさちょっと怖くて、おしめんと同部屋だから私は今日からポケモンスリープ始めるかな。え、怖いじゃないですかねえ。いや、沖さんは私より後に寝たらしいだから大丈夫、何もしてません、安心してください。なんかポケモンスリープね、睡眠の質まで見てくれるらしくて、どういう仕組みなのか分かんないんですけど、その物音からかなのか分かんないんだけど、そう睡眠の質を見てくれるそうですよ。スヤスヤとかぐっすりとか。トニーさん、ボーアイス10個ありがとう。怖くない？でも私扇風機つけて寝るからさ、でも今日からちょっとエアコンを始めようかなと思ってる。寝息の音量、あー確かに。でも充電どんぐらい取るんだろうね。充電し忘れたら終わるよね、ポケモンスリープ。色合いさん、カッパアイスたくさんありがとう。しんいちさん、カッパアイスありがとう。こんばんは。 DD48 さん、ソフトクリーム。タクゾーさん、ソフトクリームありがとう。ちょっと今日ねサインボールを投げる演出があったんですけど、サインボールの行方を早く言いたい。言っていいかな、言っていいですかね、ダメなんかな。サインボールさ、メンバーの家族に届いてた。メンバーの家族がキャッチしてました、私のサインボール。誰かまだ秘密にしとこう。そのメンバーが配信とかで言ったら分かるということで、誰かは内緒なんですけど、私のサインボールメンバーのご家族のもとへ旅立っていきました。安心です。、うん、びっくりよね。いやなんかね、ペンライトの色で、いやそうかなと思ったんですよ。あの色のペンライト持ってるってことは誰々のご家族かなみたいな思ったんですけど、いやでも違うかなとか思ってたらそうだったんですよね。マニオさん、カップアイスありがとう。誰でしょう。なんかね、リハの時はそのサインボール2階席まで入ったんです。私2階席行けたんですよ。なのに今日は2階席とか狙ったのに無理だった。めっちゃ振りかぶって投げたけど、リハみたいにうまくはいかなかったですね。誰かが投げたボールさ、最前の人に直撃してました、ね、シュッて。すごかった、すごい速度で最前の方、しかもその方もなんかパッて気づいたら手元にあるぐらいの感じでさ。めっちゃ面白かった。黒さん、タコありがとう。ソラハさんのボール、どんな感じだったかちょっと配信で映ってるかな、後から見返してみようかな。ジンライさん、ソフトクリームありがとう。山崎さん、お疲れありがとう。ポケモンのファン、私全然ポケモンはそんな詳しくはないですね。ファンアピールしてるつもりはないですね。ちょっとさっきからコメントがちょっと意地悪かもですね。送る前にちょっと見直してみてほしいかなと思います。忘れっぽいもちさん、カップアイスありがとう。山崎さん、ソフトクリームありがとう。あ、みちゅさんか、最善の人にひゃーって。T さん、ソフトクリームありがとう。200さん、棒アイスありがとう。アミタさん、カッパアイス。色合いさん、カッパアイスたくさんありがとう。フォロワーさんがひなさんのボールゲットした。あのサインボールの時間はカメコタイムじゃないから、カメコの方はちょっとね、カメラを一旦膝の上に置いてボールをこう取る準備をしといてください。
どれくらい投げた？16個飛んできます。1人1個だから16個飛び交いますので見逃さないでください。ミヨンさん、メロン氷ありがとう。ルームヘアさん、メロン氷ありがとう。ミツさん、お疲れありがとう。マコバヤさん、メロン氷。コウヘイヘイさん、ソフトクリームありがとう。ペンライトもカバンに入れといた。めちゃめちゃガチ勢じゃん。ガチ勢だ。じゃあ他の会場とかではどうなるかお楽しみにしといてください。瀬戸利とかもね、変わるか楽しみにしといて。今日は昼と夜で、あのアンコールの1曲目が花だれと暗闇で違いましたね。ポン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 。帝国さん、お疲れありがとう。小山帰ってます。気をつけて。こちらはもう広島におります。広島だよ。確かにあんまり傾斜なかった気もする。そっか、そうだよね。上高席の方は傾斜がある方が前の方と被らず。確かになんかちょっとね、見たもん私、肘ちょっとすいませんってね言ってる方見たから。確かにね、そうだよね。あつしさん、カップアイスありがとう。また明日の配信でゆっくり話すね、いろいろと。いろいろ話しちゃうから、明日一曲一曲振り返ってこう。メールでも振り返るね。チャラチャ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 ブロッコリー言ってくれてありがとう。ボッキー、ノイミーの新曲、あ、見ましたよ YouTube。 帰りの新幹線でカメコ STU と YouTube と見てた。見たよ。めっちゃ可愛かったね。イコノ以上への衣装も可愛かった。アルさん、ソフトクリームありがとう。ビーチボール紐ついてました、昼も。でもあれね、紐を指につけとくと、あの踊ってる時に紐がぐるんぐるんなって、あれなんかね、なんて言うんだろう、あれこう固めの生地の糸なんですよ。だから指が圧迫されてしまって、だからなるべくその紐に指を通さないようにして踊ってたんですよ。でもリハの時にボール転がっていっちゃって、メンバーが踏んだら危ないしさ、何が正解なんだろうと思いながらやってました。何が正解だったんだか分かりません。色合いさん、カップアイス。マニオさん、カップアイスありがとう。カップアイス。アミタさん、カップアイスありがとう。みんなアイスタックさん、サングラス。頑張って、あれビーチボールだからこの手の何握力で持ってた。でもね、右手でボール投げるから、サインボール投げる時とか左手に移動せんといけんから、ちょっとね。でもこっちはマイク持ってるしとか、こっちでマイクでボールここにあったらカメラ映らないなとか思って、左右入れ替えたりして試行錯誤しながらやってました。クロさん、ラブレターありがとう。シーサイドマルさん、メロン氷ありがとう。投げるのかと思った、あのデカデカビーチボール、あれ目立つよね。あの2番の振りでこういうハートを描く振りがあるんですよ。ふん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 
ハート書くんですけど、ビーチボールあるからビョン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 ってめっちゃ目立ってた。でもリハの時はもう指に引っ掛けてヒュンヒュンってめっちゃさやりすぎたから控えめにあれでもやってみたんだけどね、えどうかな、何が正解かな。おみかんさん、カップアイス、うっかりあんこさん、お断りです。手汗、そうサインを書いた時に書き足したんですよ。サイン書いた後、あもっといろんな色使って書き足したいなと思って書き足したら、その書く時にさ、ここの手の圧でずれちゃって、わかりますか、スタンプみたいになっちゃってね、大変次回からちゃんと注意しなきゃ。そうなんだよね、みんな持ってるから、もスパークが視聴可能になった。あ、本当スパーク、スパーク、みんな山中湖の気持ちなりたかったら見れるみたいよ、山中。なんかすごい遠い昔のように感じてきた、スパークと関ヶ原と。最近なのに、今月、なんなら先週とかなのに。ああそうなんですよ、瀬戸内の声ね、ユミリンさんがセンターで、その後ろに私なんですけど、私誰ポジだっけな、瀬戸内の声ちょっと調べよう。リコチからも来ました。リコチが今日配信見てくれてて、パシちゃんのクマが真面目なシーンで映ってくるって言ってスクショ送ってきたんですよね。ユビリンさんがその卒業発表した後に瀬戸内の声を歌ってる時のなのに、後ろに私のこのクマちゃんがいるって言ってリコチが教えてくれました。映ってるなと思ったんですよ、カメラの真ん中のカメラランプついてるから絶対私見切れてるなと思いながら思ってたよ、自分でも。あ、映ってるだろうなと思ったけどね。カメさん、ミックスソフトありがとう。そう、リコチ見てくれてました。明日リコチ出演するので私が明日見よね。いや本当にこっちの、でもこっちのクマもさ汗でさメイク落ちて結構出現してた。クマちゃん、クマこんばんは、クマちゃん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 。え、髪型ね、めっちゃ悩んだんですけどね、ポニーテールのユニットだからポニーテールしてもいいかなって思ったけど、なんかありがちかなとか思ったり、しかもポニーテール結構メンバーがさ、あの夜公演とか髪型いろいろ変えてて誰かと被るかなとか思ってね、難しいね16人公演の髪型、これなら絶対被らんだろうと思ったらソラハさんとちょっとクリちゃんになっちゃった、可愛かったね。そう、見つけやすい髪型を目指してます。見つけやすさナンバーワンですね。そうなんだよね、私最年長になるんだよね。そうなんですよ、まあ、愛子人も同じだけどね、誕生日的には私。ああ、なんかソラハさんに怒られて無視しないでって LINE が来た。違うんだって、違うのよ、配信してるの、無視してるわけじゃないの、許して、端末これしかないの、ごめんごめんよ、違うの、許して。帰ってきて、お家着いてすぐ配信始めたからなんだ、ごめん、すぐ返すよ。メンバー会2回3回見えましたよ、見えてたよ。でもさ、なんかこっち側に行かないと見えないとこ、なんかさ難しかったね今日。1階席とかでもそのなんて言うんですか、このわかる、メンバーが立ってるとこのここの壁とちょっと
かぶってる席みたいなとか、こう覗かないと見えないってことがあったりもしたからね。でも見えてたよ、見えてた、見えてた。あ、なんか言ってたわ。そう、ソルハさんがさ、モッコスと焼肉10番おすすめしてたんですよね、ツイッターで。そう、したらなんかいろんなファンの方、ソルハさん推しじゃないファンの方もいっぱい言ってくれてるって言って言ってた。本人に届いてました。さすが兵庫県出身。あと MC でマイキューさんがぼっかけの話してましたね。この前お土産でもらった、美味しかった、ね、帰りは駅でジャイアントコーンじゃなかった、ジャイアントコーンがなかったよね。だからチョコモナカジャンボをね買ったんですよ。わわうさん、カップアイスありがとう。 Z さん、ソフトクリーム。 Z さん、ジンギさん、ありがとうございます。メロン氷もありがとう。あ、パセもプリン食べた。でも神戸プリンじゃないね、なんかね有名らしい、なんか神戸で有名なプリンを食べました。ソルハさんもそれ有名なやつって言ってた。写真撮ったからまた明日メールで送ります。自撮りしてたらアーナがね今日いっぱい写ってくれたので、アーナとの写真を載せますね、メールで。ミキヤくんハートありがとう。クロさんアイス、ジロくんミックスソフト、山崎さんメロン氷ありがとう。そう、ペダル、ペダルは今回風散歩時でしたね。風散歩時の時とトルブ散歩時の時がある。最近は風散歩時ですね。なんかね、出演メンバーによってさ曲とか変わったりするんよね。サングラスとかは今日はアリちゃんさんだったけど、アリちゃんさんが出てる時はソラハさんとこやるとか、なんかあのフェスとかでもさあるんですよ。普通の花だれ公演の時もソラハさんしてるんですけど、マリーナさんする時とかなんかいろいろだけど、今日はサングラスはアリちゃんさんとかでした。大吉さんメロン氷、ミユちゃんメロン氷、台湾ジョジョさんにゃうジョコありがとう、おみかんさんカップアイスありがとう、こんばんは。ガールズルール、え、びっくりしたでしょ。しかもフルだよ一番びっくりじゃない、フルなのね。しかも新衣装でヒーローするしさ、すっごい爽やかね。だってね、なんかね初めて聞く歓声だった、ガールズルール披露した時のファンの方の。歌い終わった後ポーズ取った後のなんかフーフーみたいなのがなんかすごいめっちゃ盛り上がってくれてると思って嬉しかった。あと夜公演の時にガラス瓶の時に曲振りをした時におおみたいな聞こえたんですよ。それでは聞いてください、夢はガラス瓶の中に、おおみたいな歓声上がってて、それも嬉しかったですね。なんかやっぱ曲の紹介とかした時とかそういう反応があるとやっぱね嬉しくなるよね。 MC とかもそうだけどさ、ね、佐田尾さんお疲れありがとう。楽しかった、みんなも楽しんでもらえたかな。24さん、西さん、ソフトクリームありがとう。お化けだね、お化けだけどオムライスって言ってる、あいこありがとう。メロン氷もありがとう。いろあいさん、カップアイスたくさんありがとう。今日もあと永遠より続くように、知ってますか皆さん、めちゃイケで育った人はおなじみかもしれません。めちゃイケ
知ってます？皆さん、めちゃイケのあのデモンかぶってるの見たことないかな。多分ね、あれかって思う人多いと思うんですけど、あの曲実は今年の1月の TDC でも披露したんですよ、あの曲PR 舞台で。だから私たち PR 舞台のメンバーは2回目の披露でしたね。でも STU としては多分やったことないのかな、うん、そう、あの歌詞ね、私も STU 入る前からすごく好きで、めっちゃねいい曲なんです。そう、彼も私 AKB さんのコンサート、国立競技場、あの前の建て替わる前の、新しくなる前の国立競技場のコンサート行った時に、そのめちゃイケさんのあれが入ってて、撮影が、その時にね来てたんですよ、ナイナイさんが来られてて、私その時さ見切れ席みたいな、音席みたいなとこがあって、ステージ横で、ステージのとこは見えないけど音は聞こえるよとか、花道だけは見えるよみたいな席だったんですよ。だから自分の席からその舞台袖に上がっていく岡村さんとかの姿が丸見えで、それをすっごい覚えてるから、なんか余計なんか誰にもないようなさ、多分あの辺の席の人だけが持ってる思い出がある、懐かしい思い出、10年ぐらい前かな。そう、 PR 舞台でやったんですよ、コンビニのブロマイド、パセリが当たりました。あれ当たる形式だったのか、選べる形式かと思って、アクキーの、あ、白猫パセリ買いました。え、パセは今日はまだゲットできてない、初日だからまだ様子見ようと思って、みんなのさ買ったよっていう写真でどんな感じか見て決めようかなと思ってまだ買ってないですね。でも買うよ、家族用に、家族用に買うので。あ、ランダムなの写真、そうだったのあれ、TDC の PR 舞台のめっちゃ好き、嬉しい、 TDC も懐かしいわね、7人いたわあの時は。明日一件残ってるかな、明日あるんじゃないかな、どうだろうね、在庫が追加されてるといいですね。アクスタ売り切れてました。アクスタの白猫パセリめっちゃ無表情じゃなかったみたいな、なんかもうスンってした猫だったけど、片足上げてんのに、片足上げて笑顔でいるのかと思って顔見たらめっちゃスンってしてて、びっくりしたんだけどアクスタ、みんなたくさんゲットしてくれてありがとうございます。いつもこんばんは、白猫パセリ、あのキーホルダーが可愛かった、猫ちゃんの形のやつ、確か猫っぽい、そうだね、スンってしてる方が猫っぽい確かにね、シミサラ、そうなんですよ、明日15人の公演ということでね、びっくりしたね、レッスン頑張ってたのにね、おやすみ、もう寝るの、そっか、そうだよね、もう寝る時間だよね、みんなありがとう、見てくれて配信、ヤンマガのねツイート面白いよね、いっぱい絵文字がついてる。リバティエイジンの動画良かったです、あ、見てくれたんですか、ありがとう。また動画も、動画ね、多分気づいてる人もいれば動画の存在を知らない人もいると思うから、また改めて9月までにどん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 ツイートとかメールとかでもコラボ T シャツとかの情報を発信できればと思っておりますので、よかったらチェックしてみてください。お財布と相談して無理せずで大丈夫なのですけどね、あんまりみんなが、あ、パセリのためにあれもこれもってなったらみんなの生活もちょっと心配になっちゃうから、私はだから
何でも遠征とかでもお話し会とかでも何でもみんな自分の、ね、価値観で楽しく応援してもらえればなと思ってます。多分アイドル側がこんなこと言ったらね、多分運営さん的にはねあんまりね、もっとそう発信をするのが私たちの役目なんだと思うんですけど、でもみんなの生活が一番だと思いますので、皆さんもしよければ、あれ9月の8日までですね、まだしばらく1ヶ月ちょっとあるかなって感じです。え、色はね前色着てみたけど、でもねやっぱシンプルに白とか合わせやすいかなって、白とか黒とか合わせやすいかなと思って白と黒を選んだんですよ。であとは汗が目立ちにくい色とかにしました。でピンクとかは普段 STU のグッズとかでピンクの服とかあんまり出ないし、生誕 T と差別化したかったのでピンクとか入れてみたりした。汗かいてもあの汗のなんか感じとかがわからない色味っていうのを優先したのと、なんかね STU のライブとかにも着てきていいし、でも日常でも使える、あんまりなんかおたばれしないというか、でも STU を知ってる人だったらああれって気づくみたいな感じをのにしたくて、ちょっとメールとかで送るね、パセの最初の送った案とかこういうのでお願いしますみたいなやつとか、その今の出てる最終結果じゃあみんなが知ってるのはその過程とかもメールとかでお知らせしていきますね。ズーデスさん、カップアイスありがとう、ありがとう。あと胸元はあれ刺繍にしてもらいました。プリントじゃなくて胸元だけ刺繍です。そう、まあいろいろカラーにね最初はしようかなと思ったけど、費用とかそういうのみんなのねあのこととかをいろいろ考えて、これは優先してこれはちょっとじゃあこっちを優先順位下げて、こっちは優先順位上げてみたいな感じでいろいろ話し合いとかして決めたよ、決めましたよ。やっほー、こんばんは。だから動画もぜひ見てみてください。多分さあの生写真撮影とかの動画を見る機会ないじゃないですか。 YouTube とかしてるゆきりんさんとかのはあるけど、動画オフショットみたいなあるけど、多分なかなか見る機会ないと思うので、ぜひ動画でパセリの撮影の様子見てみてください。恥ずかしいけど出てますので、また私も載せますね。お土産は何も買ってないよ。チョコモナカジャンボ買った。8月になったらパセリちゃんのメール取り始めます。おお、ありがとうございます。また自己紹介メールも3日頃に送るので、それまでに登録をしてもらえればパセリの基礎情報はそこで知ることができます。毎月3日はパセリの自己紹介メールが届く日なので待っていてください。8月は何かこう、そっか、もう自己紹介メール作っとかなきゃだ。そうじゃん、月末に毎回考えるけどさ、今回ツアーがあったから忘れてた。明日書こうかな。早いね7月。あ、明日土用の丑の日ですよ皆さん。うなぎだよ、うなぎ。自己紹介何書こうかな今回。毎回ね書いてるけどさね、年に12個考えると思ったら、それをね何年もって思ったら、みんななんか知らない情報とかあるんかな。ショールームでね何でも話しちゃうからね、毎月悩みますね。悩むな、
そう、土曜の牛の日だけど日曜日なんですよね。ねえ、焼肉丼はいいね、いいね。アイス屋さん24時まで開いてるアイス屋さん、今神戸いる人行ってって思ったら今さ52分とかだった。無理じゃん、絶対無理だ。私が行けなかった、昨日行きたかったアイス屋さん。配信がね終わった後さ、昨日ショールーム終わった後めっちゃ反省会してて、ずっとなんかすっごいすぐ終わっちゃったから。でもなんか同部屋の時の配信って毎回難しいなって思うんですね。コメントとかもさ全然読めなくて申し訳ないし、ギフトとかのお礼もなんか全然できなくなっちゃったりとかして申し訳ないなと思ってね。難しいよね。真ん中来てくれてラッキー、イエーイ、ありがとう。あちこち行きました。ソフトクリーム食べたの、いいね、暑かったからね。ねえ、そう、確かに相手のコメント読みがち、確かに。昨日もそうだったわ。沖さんパセのコメント読んでたもん。なんか私コメントをね、コメントのサイズを大きくしてるんですよ。ちっちゃかったらさこうすぐ流れていっちゃうから、大きく一人一人のしてるから、毎回コラボ配信とかするたびにメンバーがびっくりしてる。 G でかって言ってる。でかいって言ってもそんなでかいわけじゃないんですけどね、ちょっとの差なんだけど。確かに見慣れてるサイズと違ったらでかく感じるのかな。ね。スケモンさんバラありがとう。色合いさんカッパアイスありがとう。本当にたくさんありがとうございます。なんか お返しのアイスあげたい。差し上げたい。新種の肩と腕の透け具合がツボ。可愛いよね。こっちの肩はねなんかちょっと開いてるんですよね。で髪飾りも一人一人違って、多分 MC 聞いた方はね多分あそれ聞いたよって思うかもだけど、髪飾りも自由に選べて、で私は緑の衣装だから緑のコーナーから選べたんですけど、私のねその髪飾りの紹介もしたいところなんですが、早着替えなのでね写真が撮れてなくてですね、今後のツアーで多分着ていくと思うのでチェックしてもらえたらなと思いますね。ちょっと撮れなかったですね、多分どんどん撮れないだろうね、どこの会場でも。ゆっくり撮れる時があればいいんだけどね。メールで送れないよ。もしかして緑かもと思ったらすぐ見つかりました。大正解だね、大正解。あ、そう、ツアー T シャツも2色あって2色あるんですけど、私薄紫みたいなめっちゃ可愛いやつなの、なのに私が汗かきなもんだからちょっと汗の跡がなんかマイカー公演の時もマイカーって水色のユニットなんですね、だから T シャツも水色なんだけど、さあ私が汗かきなもんだから背中と首周りの汗をかいた時の色の変化が出ちゃって、さあそうねえ、そう、あの T シャツ光るんですよ暗闇で。ココアさんに「めっちゃ光ってる!」って言われて、私が舞台袖にいたら「光ってる!」って急に言われて「何のこと?」と思って服見たらめっちゃ光ってました。光ってた。あ、58分壇上だ。ありがとう教えてくれて。じゃあ行きます。13位吉弘さん、12位ズーデスさん、11位シュンさん、10位カメさん、9位アミタさん、
8位福ちゃん、7位ワウワウさん、6位トニさん、5位山崎さん、4位マニョさん、3位アッチャさん、2位クロさん、1位イロアイさん、ありがとうございます。ありがとうございました。じゃあまた明日ツアーの振り返りとかゆっくりできればと思っておりますので、皆さんネタバレ大丈夫だよって方は明日もぜひ配信見に来てください。ネタバレちょっとやだよって人はしばらくちょっと耳集中して、あ話しそうネタバレ来そうと思ったらこう耳ピュッてしてくださいね。自分で自衛してもらえたらなと思います。申し訳ないけどすいません、本当にごめんね。ピュッてしてください。あやばい、パセリが口開けた瞬間にこうやってしてください。ありがとう見てくれて。じゃあまた明日、おやすみ中。バイバーイ。